小田原ローカルスーパーの二大巨頭と言っていいと思うんですよね。宅建氏、相原と申します。この動画は、小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。今回は、スーパーマーケット、八百マサ、小田原百貨店、小田原の偉大なるローカルスーパー2店舗について解説いたします。皆様、お待たせをいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。スーパー八百マサと小田原百貨店の話をしたいと思います。なんすかそのスーパーってっていう形になると思いますね。昨日 TBS テレビで第4回スーパーマーケット総選挙という形がありました。1位がオーケストアさんかな。上位なんかにしてもいろんなメーカーさんバーッと上がりますけど、あれあれ、八百マサと小田原百貨店の名前がないぞと、小田原の方思うわけですね。この小田原を歴史ずっと長く支えてますね。皆さんの食文化を支えているこの2つのスーパーマーケット、八百マサと小田原百貨店という2つの部分、これはまあ小田原の方にとって、ああ、あそこねっていう形になるわけですね。まあ小田原中心に店舗展開している地元のローカルスーパーという形になるわけですね。当然、小田原全体のことを言えばですね、スーパーマーケットという形で言うと、イトーヨーカドーさんもございます。イトーヨーカドー系統さん、イトーヨーカドーもありますけどね、イトーヨーカドー系統さんのヨークマートさん、あとはイーオングループ系統のマックスバリューさん、あとは大手さんだとどこが、業務スーパーさん、この辺なんかも当然ありますね。スーパー総選挙の中にもランクインしてました、ヤオコーさん。これ確か静岡発信じゃなかったかなと思いますね。そういう部分の、スーパーマーケット、違ったっけ？埼玉だ。ああ、すみません。今横からチェックがあります。埼玉発祥だそうです。埼玉発祥のヤオコーさんとかなんかは、鴨宮のエリアにお店があったりというもの、また言い漏らしてるところがあったらごめんなさい。あと、小田原ローカルスーパーあと2店舗ぐらいありますからね。そういう部分がこうやって小田原スーパー、こういう形で店舗展開している形なんですけどね。さあ、先ほどから申し上げました、八百マサと小田原百貨店。まず、八百マサという方から話をしなければなりません。なぜなら、私はもともとこの第一ハウジングに入る前は、八百マサハウジング、まあ、そのスーパーマーケットが創業した、今はもうヤオマサスーパーヤオマサとヤオマサハウジングが別会社という形になってるんですけど、今ヤオマサで勤めてたんで、僕も実際ヤオマサフリークなんで、ヤオマサという話をしていかなきゃいけないと思いますね。小田原展開、この周辺ですと11店舗だそうですね。ヤオマサ、まあ新鮮館という別ブランド名のところもあったりするんですけど、スーパーができている。まあヤオマサさんというと、小田原長くから住んでる人は田島さんのお店だろうって話になるわけですね。そうです、今の社長さんも田島さんって形。創業が、僕もホームページ見たら大正8年なんですね。で、その後会社としてスーパーマーケット事業として大きく設立したのは昭和51年ということ、まあ成果小売として始めたのがその大正8年という形になるわけですね。お店自体は一番最初、僕もホームページ見てへえと思うんですけど、昭和47年に松田からオープンなんですね。もう松田の山さん今ないもんね。昔は山北とかにもあったけどね。で、2号店が昭和48年、僕の生まれた年の翌年、だから来年が創業50年か、中町店という形ですね。今画面出てますね。中町店も最近リニューアルして綺麗になったよね。うちの事務所からも非常に近いところだ。よく買い物行ったりするところです。この中町店という部分、そしてずっと展開しているのはヤオマサというシチュエーションですね。僕なんかの幼少期のイメージは、ヤオマサは朝市というイメージがありました。僕が団塊ジュニアの世代、昭和50年代前半から中代ぐらい、55年前後ぐらいの時っていうのは、八百マサ中町店なんかのところですとね、その店の前の駐車場なんかで朝市なんて言ってね、揚げたてのコロッケを売ったりなんて、そういう部分でですね、野菜をわーっと売ったりってイメージっていうのが八百マサのイメージですよね。市内の中心街というよりは、その周辺側にいっぱいお店があったなってイメージがありますよね。市立病院の反対側の久野店なんかもそうですね。最近で言うと、シティモールクラッセだっけな、もう一つの方かな、とにかく巡礼街道沿いの奥の方にあるお店だったりとか、昔の忠実屋グルメシティだったかな、この辺のお店だった部分の、元跡地の時にできましたところのお店なんかもそうですね。東洋ボールっていうボーリング場、これもですね、小田原の情報を寄せてくださいってことにいっぱいコメントいただいて、僕もね、読んでて懐かしいなと思いますよ、東洋ボールの話で。そこのところ跡地でました、足柄モール、カインズホームさん、地震できてるのが八百マサさんなんか、こういろいろこう、駅の周辺街、駐車場もしっかりあってという形の部分のお店のイメージがありますね。で、数年前から結構八百マサさん来てて、おおっと、
は正直一番行くのはその先ほど忠実屋の、ね、元跡地だった飯泉店だったのが週1回ぐらい今行ってるんですけど、だんだんなんか今最近ヤマサの鮮魚の部分がなんか水族館みたいになってきたね。もう伊勢エビがなんか泳いでたりナマコがいたりとかですね、A がボーンなんて置いたりしてね、まあああいうの見るとおーと思いますよね。でこれはあくまでも伝聞、ちゃんと裏取ってない二次情報三次情報だと思って聞いてください。聞いた話だと小田原に先ほど出てきていない大手の部分の話からするとですね、ロピアというメーカーが鴨宮のスーパー出てきました。あれ5、6年前かな。だから逆に今鴨宮のエリアはですね、イトーヨーカドー、ロピア、そして先ほど業務スーパーなんかもしてもそうですね、で八王子にしてもそうですね、そして八王子とも非常に激戦区なんですね、スーパーのね。でロピアさんってあのお肉がものすごい、もともと肉屋さんが最初だったかな、お肉がすごい有名だっていう話がロピアさんがあって、じゃあ当然肉はね、八王子も肉の日なんか29日すごい混んだりするんだけど、そういう部分含めた上でじゃあ八王子は魚で行こうって言って魚に行ってこう力入れ始めたなんて話も伝聞で聞いたりします。これは裏取ってないですよ、よく考えです。でそういう形でこういろいろこう魚をねいっぱいわーっと並べてるなんて話も聞いたりします。でもああいうの見るとやっぱり人間ってやっぱ新鮮なものを売ってくれるのかなって気持ちしますよね。袋詰めでですねお魚を売ったりして、僕はね他の小田原こんなにお魚美味しいですよって動画も上げてますけど、あの情報源でほとんど八政さんだったりしますんでね、そういう部分に関してはやっぱり八政の魚ってちょっと美味しいなって気持ちがあったりしますね。お惣菜なんかにしてもそうですね。まあそういう形で八政さんがあるというでしょう。そしてもう一つのローカルスーパーの巨頭といったらまさに小田原百貨店ですね。小田原市外の方からするとですね、あれ小田急百貨店と違うんですかという意見を結構聞くそうです。まあ小田原の人はね、いやいや小田百だよ、小田百、小田急百貨店は違う、小田急さんは小田急 OX ってこうなるわけですね。小田急 OX も小田原の駅前にスーパーがあるというシチュエーション、これもだ小田原の駅前にあるスーパーマーケット、小田原市内のスーパーマーケット一つなんですけど、あくまで小田原百貨店と小田急百貨店は別です。でもう一つですね、小田急百貨店は最近ですね、まあブランド名、そのスーパーマーケットの名前ですね、パントリーという名前で今お店を展開しています。まあパントリーっていうのは食品庫、建物の中でもですね、あのいわゆるキッチンの横あたりにあるまあクローゼットスペースのことをパントリーって言ったりするんですけど、このパントリーっていう、まあ、スーパーというと関西の方だとあれだからダイキンさんって呼ぶんですかね、あの他のスーパーさんをイメージされる方いらっしゃいます。これも全然別系統です。あくまでも小田原のこのエリアのパントリーということは小田原百貨店イコール小田百さんという形になります。でこれも小田原市内に市内を中心に9店舗か店舗を展開しています。で設立、スーパーマーケットの設立はですね、ヤーマスよりもかなり古い、まあ先ほど51年です。まあ八百屋当時は大正時代がヤーマスでしたけど、ホームページ見る限りちょっと詳細遠隔書いてなかったんですけど、昭和28年という形でスーパー事業を展開しているというシチュエーションです。で話はまとまります。私が団塊ジュニアの世代としての小田原百貨店、僕のイメージとするとですね、錦通り沿いのところに小田原百貨店が昔ありました。これが場所なんて言えば、みずほ銀行さん、僕の土地は当時は第一勧業銀行さんからちょっと行った先、緑町方面に行く角のところの建物、今が昔一時日興証券さん入ったけど、今また別の建物になったんでね、マンションライブラリーとかになってますけど、あそこの地下1階が小田原百貨店だったなーってイメージがあるんですけどね、もしこれ違ってるよっていうならまた下にコメントください。そういうイメージだから、小田原百貨店さんも今駅前、小田原駅中心街にはスーパーがないんですね。八王子にもスーパーが今ないんです。だからやっぱこういうところが、さっきも言いました、先日動画上げました、エポがなくなるっていうこと自体が駅前の商業空洞化の大きいところになってくるわけですね。で勤めてもう一つ話ちょっと脱線しますけど言うと、先週ですね、小田原の部分で魅力を上げるために何が欲しいですかって言ったら、駅前に若者が集まるそういうものを作ってくれって、こうまたいっぱい来てるんですよ。そうそれね、僕ね本当はコメント一つね、合ってますってみんなにコメント返して、ごめんね忙しくて、まあこれいずれちゃんと全員にコメント返しますから。で本当にそうなんですよね。スーパーマーケットなんかにしてもそうですけど、我々現役世代だって、我々下の世代ね、もう50代40代30代で家族持ってる人なんて、まああとは高校生でもそうだと思うんです。小田原駅前に用事がないんですよ。用事があるものが駅前に建物としてないんですよね。
まあ、スーパーマーケットなんかもそうだと思うんです。まあ実際ね、じゃあ僕なんか食品買おうと思ったらって話にこう戻ってくるんですけど、そうすると駅前のラスカさんの上の成城石井さん、あ、テレビで成城石井特集やってた、あ、開口なんていうぐらいで行くぐらいっていう形で、もうピンポイント感で行く感じしかないんですよね。ラスカの地下なんかもそうですよね。あのとんかつ食い行こうとか、あそこ中華料理食い行こうとかね、あそこの部分の、あ、そうだ、あそこで伊勢屋の豆大福買い行こうとかね、ああいうところにこうなってくって、その目的を持ってバッと行くっていうシチュエーションになればいいんですけど、そうじゃないと日常デイリー毛の部分で買い、晴れじゃなくて毛の部分で買い行こうとなると、やっぱり今言った小田原百貨店だったり山さんって形になるわけです。だから今駅前で一番近い小田原百貨店さんって言ったら、寿町店か板橋店ってことになるんだね。で僕の体感的なイメージ、ヤーマスも実際そうなんですけど、やっぱりシニア層の方、やっぱ地元に非常に支えられてるっていうイメージが非常に多いのが、やっぱり小田原百貨店さんのイメージ感ですよね。だからお惣菜の感じを見ても、僕の体感ですよ、実際は違うかもしれませんけど、ヤーマスが作ってるお惣菜の感じよりもよりシニア寄りです。そうですね、例えばハロウィンが終わりましたけど、ハロウィンの時期になってやっぱりかぼちゃのコロッケとか売るのがヤーマスのイメージですよね。でもやっぱりそのハロウィンっていう状況になっても、あのかぼちゃの煮物作っちゃうのは小田原百貨店ってイメージなんですよね。やっぱりそういう部分の温度差の部分はやっぱりあります。で品ぞれがきちっといわゆる高齢者の方という形にも幅広く商品をしっかり置いてあるというイメージ自体はやっぱり、小田原百貨店のイメージかな。例えば煮物作りたくて煮豆作るものって時に非常に種類が多い、高野豆腐なんてなった時も非常に種類が多い、お醤油の種類も多いというイメージ感があるな。体感ですよ、体感的には僕の小田原百貨店さんのイメージというシチュエーションですね。だけどこのヤオマサにしてもそうですし、小田原百貨店にしてもそうですし、同じ CGC グループ、牛乳とかね、そういう CGC グループの商品、チーズだったりとかね、プライベートブランドの商品であるんですね、ゼリーだったりって、そういうものもお互い同じように商品に並べている、お互い切磋琢磨してスーパーマーケットを戦っているというシチュエーション、まあ小田の食生活を底辺支えているというのがヤーマサと小田原百貨店というイメージだと思うんですね。ぜひこれ見ている方、いやいや小田原百貨店こういう特徴あるよ、ヤーマサこういう特徴あるよ、こういうとここうしてくれればとか、あれうまかったなって話もあるんですね。で強いて、すいません、私の時間を2分だけください。皆さんにお伺いしたことあります。この前ツイッターにも書いたんですけど、10月からですね、私先ほど言ったヤオマサヘビーユーザーです。僕子供の、さっき言ったね、浅い人がやってる子供の頃からヤオマサのロースハムね、しかもあのメーカー品じゃなくてプラスチックの白いやつに入ってラップでピーって貼ってあるね、あのハム、あれが先月からヤオマサ売らなくなったんですよ。で、あそこにモーニングショットっていうのはボローニャソーセージ、サラミソーセージみたいなこういうやつ、これも売らなくなったんです。で、大変困ってるんですよ、朝ごはんの友だったから。あれやっぱ売れないからやめちゃったんですかね、非常に残念なんですよね。もしそれ小田100に売ってるんだ、それだけ小田100買いこうかなと思うぐらい、そのぐらいやっぱりね、だから大変だ。スーパーもそういう意味ではやっぱりいろいろ品ぞれあれキープするって大変だなと思ったりします。で大変だなの話の付帯する部分が一つあって、そういう中でも小田原でも閉まってしまったスーパーというのがあります。でこれはもう小田原長年離れてる方からするとというシチュエーションがあります。一つはですね、サイエンフーズです。鴨宮にサイエンフーズというスーパーさんがありました。これも去年かな、2年ぐらい前かな、惜しまれず閉店という形になっています。今ホタルダの方と久野の方のサイエンフーズさんまだ元気に営業中なんですけどね。でもう一つ、小田原で亡くなってしまったスーパーに古着屋というスーパーがあります。これはあの場所は飯田岡という言い方した方がいいと思うんですよね。富津小学校近くに古着屋というスーパーもありました。これも地元に親しまれているスーパーでしたけど、この古着屋さんも閉店。今あるのは南足柄の方に1店舗だけという形、まあ他に店舗あるかもしれないです。私入り売るだけでは古着屋さんってもうそこしかないと思うんですよね。で私はやっぱりローカルスーパー元気なところっていうのはやっぱりですね、街も元気だというイメージがやっぱりあるんですね。当然同様に八百屋さん、魚屋さんとかそういう形、肉屋さんなんかもそうですよね。そういう部分頑張ってるお店って小田原いっぱいいっぱいまだありますんでね、まあそういう部分で我々食を栄えてくれるお店がいっぱいあれば、なんかこうやって元気なお店がありますよって、綾原さん取り上げ
げてくださいよってことがもしあればですね、下のコメント欄とかもですね書いていただければ順次取り上げていければなと思ってます。ちょっとでも本当にハムミーに小田百さん行ってこようかな、ちょっとな、子ども視聴店ちょっと行ってみたいと思っております。というわけで、この不動産噛み砕き解説シリーズは小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。ここまで動画最後まで見たんですからね、小田原市民、小田原近郊の方、この動画見た日曜日以降ね、ぜひスーパーマーケットヤマサ小田原百貨店に買い物行ってくださいね。先に言っておきますよ、私ヤマサさん小田原百貨店さん1円もお金もらってませんからね、善意でやっております。ありがたいね、もうぜひぜひ。でもね、ヤマサのコロッケとかね、あの小田百さんのご惣菜って美味しいからね、ちょっとぜひそれだけでもね手に取って買ってみてください。というわけで、たっけんし相原雄介でした。